回も、ライライっていう石神井店さんやね、お邪魔してます。私は多分ライライっていうこのお店以外行かへん気がする。本当に意味がわからんぐらい居心地がいい。そんなずっとお世話になってるお店なんで貢献したいんだよ。だから頑張って1万円分食べたい。なんやかんやライライティーさんで私1万超えたことがない。通いすぎていつものでとてもね大きいコーラをいつもいただくよ。店員さんが私の動画めっちゃ見てくれはっててさ、私のグッズの T シャツとかも買ってくれてるんやって。そんな嬉しいことある。じゃあまあちょっと美味しくいろいろいただいていきたいと思います。オッケー。手分けで一部揃ったからもう早速食べ始めしようか。あ、すいません、ありがとうございます。うわ美味しそう。次で第1弾いただいていきましょう。いただきます。この背脂の甘みと醤油のキレと一味唐辛子が入ってるので、それのバランスがすっごいいいんだよね。美味しそう。初めて食べる。肉汁とタレを吸ってるキャベツが主役まである。これは
ど。塩ラーメンの麺とかね、台湾までとかと、はい、台湾あとライスの大餃子と、はい、チーズのせ餃子を1個ずつお願いします。はい、会場で、はい、スーパーで、はい、一生忙しいでしょ。塩ラーメン見て、この食べ終わった直後さっきの背脂系とはまた全然違う。すごく見て食べたことあった。あ、まあ、いや、なんか甘く入りすると深い関係になっちゃいます。わあ。でも食べたことある気がする。その可能性だ。国内になんかギュッすっごい透明なスープなのにめちゃくちゃ旨味がある。うん、香りがすごくいい。わー、ありがとう。私が愛してやまないチーズのせ餃子。すごくない？ありがとうございます。はい、こんだけ食べましたね。あ、でも最初だから。ありがとうございます。ご飯とくるご飯とくるご
じです。最近思うんだよね、モニタリングとかさ出させていただいてるけどさ、多分普段の私の撮影がモニタリング状態になってると思う。変でつぶる。怖いよね、普通にさ、多分ね。強いんだけど、別に辛いとはなんない。あ、辛いな。美味しい。なぜかこのラーメンはすごく熱いんだよ。初めて頼んだ。背脂の量もだけどさ、なんかスープ白濁して見えるんだけど、
ちょっと待って。あれ？いや、超えてると信じる。いやでもこの味はね、本当ね、あのもうなんだろう、全人類が好きなら味なんじゃないかな。だってもう250店舗あるらしいよ、大々亭さん。中でも私はこのお店が好き。やっぱでも一押しはやっぱお醤油ではあるんやけど、塩ラーメンの美味しさに今回は感動してしまったな。なんか前も食べた気もするんだけど、ちょっともう半年以上前送りだとかだから忘れちゃった。まあとにかく今回も変わらぬ美味しさがそこにはありました。めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひお近くをやられた際はよかったら遊びに来てみてください。めちゃくちゃいいって本当素敵なお店なんで、いいなって思います。お疲れ様でした。じゃあね。